ナムコ。ここが次の目的地か。もう絶賛？子供じゃないんですから、そんなに騒がないでくださいよ。もしもし、クー？いつまでひっついてる気？すまない。いきなりだったもので、つい。かわいい悲鳴だったこと。何の話だ？とぼけても無駄。バッチシ聞こえたから。シャバ娘、入り口はどうすんじゃ。蹴るんか蹴らんのか。蹴る。んじゃ、行こっか。ここ蒸し暑。建物の中で雷が起こるのか。この湿度といい、雷雨の発生する条件をわざと作っているのかもしれんな。クー、あんたもしかして雷怖い人？別に雷が怖いわけじゃない。不意に驚かされるのが苦手なだけだ。似たようなもんだって。そうだ、いいこと思いついちゃったよ。次に雷が起こったらセネセネに抱きついちゃえ。は？キャー怖いとか黄色い声上げてさ。そんなことできるはずないだろう。何言ってんの。これはチャンスよ。生かさないでどうすんのさ。日頃の姿とのギャップに男子は弱いもんなのよ。そうなの。あ、二人とも楽しそうだな。まあね。ああ。あれに触れた途端、何が見えるにしろ楽しいものでないことは確かでしょう。セネルさん、本当に大丈夫ですか？
どうしてそんなに念押しするんだ。セネルさんは後発陣に対する思い入れが強いでしょうから。待ってくれクーリッチ、私も一緒に。おう、ジェボ、今ワイらが見たのは何じゃ。流れ星でしょ。モーゼスさん知らないんですか。知らんわけあるか。ワイが言いたいのはなんでアーゲナモンが見えたかっちゅうことじゃ。わかりませんよそんなこと。星の次は海かい。わけわからんわ。セネルちゃん落ち着いて。大丈夫、みんながついてるわ。ああ大丈夫だ。出たぞ、三つ目の光だ。大きな水柱だったな。だけど、あれが何だというんだ。もっと分かりやすくしてよ。反応なしか。もう少し調査を続けてみよう。このままでは判断がつかん。モーゼス、どうもでかい音は苦手での。はあ、クロエのやつ落ち込んでないか。どうしたんかな。だーもーバカ山賊、あんたは雷怖がってどうすんの。なんじゃいきなり。いいさ、私なんて。だからなんなんじゃ。
わからんわ。後ろに何かいるわね。レルタ月影人現象剣小学ブラックエア西へのエア不条の生命を現象剣小学クーレツさんエンシェントメモリーソレッタどんなもんよ。どこへ飛ばされてもいいよう心の準備をしておけ。海落ち着けクロエ、沈まないから大丈夫だから。本当だ、どうして僕たちがいるのが現実の世界じゃないってことでしょ。本物じゃないんだ、よかった。みんな取り乱してすまない。ま、これもある意味結果オーライ。シャーリー消えた。ジョーちゃんじっと上の方を見ちゃったの。なんかあるんか。来ました、ゲートです。あ、待っちょったわ。またしても別の種類か。
ウルツゾン小学ウルツゾン頑張ってよ乱陣月炎レモンジュース周囲減少拳周囲チアダンス支援助かる先行乱陣者人風船周囲減少拳レモンズの知らなきゃマッチブリザードマシュー向こうなる回復の打つ新風船の暗殺を打つ荒ぶる強説の乙女よシップブラックの知らなきゃマシュー月星人小学ウルツさん名称中を守ってよ新風船小学ウルツさん乱陣都心エンシェントメーメン月星人シュール減少拳先行乱陣者ブリリアントランス乱者とレック頑張ってよ減少拳シュール減少拳エンシェント守ってよ力を抑えと流れ星と水柱の関係がようやく分かった。最後になって情報がつながりましたね。しかしにわかには信じがたいぞ。そうだよ、まさか流れ星の正体が白くて四角い船だったなんて。また非番だ。今度は何が描かれてますか？なるほど、流れ星、白くて四角い船が落ちてくる瞬間ですね。話はベースキャンプに戻ってからにしよう。
皆さん、お帰りなさい。ダキュー、おやすみ。では、いつものように見てきたものを振り返りましょうか。後発人は別の世界からやってきた異種族と解釈していいのだろうか。そうとしか思えません。白くて四角い船は空から降ってきたんですから。にわかに信じろと言われても困る。突拍子がなさすぎて。でもさ、よくよく考えると後発人って私らとだいぶ違うんだよね。髪光るし、水の中で息できるし、しまいにゃテルクエス出して空飛ぶし。そう、後発人は僕たち人類とは全く違う種族なんです。そのことをもう一度じっくり考えるべきでしょうね。二人ともやけに違うを強調するんだな。それが誰かの考えでもあると思いますから。思い返してください。僕たちが知りたいと願ったのは人類と後発人が憎み合う理由です。んで、あの光景を見たわけね。誰かが言いたいのは人類と後発人があまりに違うということでは。そこに憎しみの根本的原因があると。やっぱ和解すんのは無理って言われてんのかな。そんなこと！後発人が僕たちの敵であることは彼ら自身も明言しているじゃないですか。事態は切迫しているんですよ。だからって、後発人が異世界から来たと知って僕は正直怖いと思いました。得体が知れないと言ってもいい。皆さんは何も感じなかったんですか。それは水の民がどこから来ようと関係ない。セネルさんにとってはそうでしょうね。でもクロエさんとモーゼスさんはどうです。それくらいで済まされる問題ですか。案外心の中では僕と同じように考えてるんじゃないですか。ジェイウォー、やめ。俺たちに変な光景を見せてるやつ、どこだ、どこにいる。言いたいことがあるなら出てきてはっきり言えよ。思わせぶりはやめろ。どうなんだ、ああ。貴様、ジェイ、誰かの正体知ってるんだろう。そうですね、そろそろその話をしましょうか。初めて静かの大地に来た時何をしようと話したか覚えてます？ソーガとは何かを突き止めようではなかったか。その通りです。ではそのソーガに関してですが、現状分かっていることといえば、メルネスはソーガの代行者。その通りです。ちなみにシャーリーさんはご自分のことをソーガの声を聞くものとも言いました。ソーガといえばもう一つあったね。確か後発人はソーガの意志に従い人類を粛清しようとしている。その通りです。なんだか私らの言ってる誰かと似てる気しない？その通りです。
よく気づきましたね。僕たちを導いている誰かと後発人にとっての層が、この二つは似ているんです。すると何か、誰かちゅうのは層がだって言うのか。でもそれだと話がおかしくなる。誰かの正体が層がだとしたら、俺たちに加担するのは変だな。なぜでしょうね。静かの大地には地上とは別にもう一つの層がが存在する。僕はそう思います。もう一つの層がが私たちを導いた誰かだと。はい。そがなことがあるんか。じゃあ層がの正体って。グリューネさん。そんな。いえ、その先を見てください。その先って。ええ、ソーガとは海の意志、海そのものです。僕たちが誰かと呼んでいた存在は常に僕たちのそばにありました。普遍的ともいえる存在感、圧倒的ともいえる影響力、さらに水の民である後発人が拠り所にする何かということになると、たどり着く答えは海になるわけか。多分メルネスの真の力とは、ソーガと意志を通じ合わせることです。代行者だからな。リッチャンにはソーガの声を聞くこともできるのかもね。シャーリーさんはソーガの力を使って何かをやろうとしている、これは確かです。私たち人類の粛清。静かの大地のソーガはそれに危機感を感じ、僕たちをここへ導いたんでしょう。我の話は仮定ばっかりじゃな。証拠はあるんか。証拠はありませんよ。こら、だから聞いてみればいいんです。この声を聞いているはずの誰かよ。もし僕の答えが合っているなら教えてほしい。後発人が一体何をしようとしているのかを。次の目的地が見えたな。どうやら次が大詰めになりそうですね。一体何が明らかになるのや。逃げないでくださいよ、セネルさん。真実を見極めるんでしょ。誰が逃げるか。その言葉、お忘れなく。セナジー、J-BOの挑発に乗んな。ジョーちゃんと築き上げてきた3年間に自信を持つんじゃ。自信。全ては我の気持ち次第じゃぞ。ああ、分かってる。ここに住むようになってもう3年になるんだね。時間が経つのは早いな。お兄ちゃん、今までどうもありがとう。どうしたんだよ、別れの挨拶じゃあるまいし。ずっと言わなくちゃって思ってたの。私がこうしていられるのは全部お兄ちゃんのおかげだから。あなたを助けるために私は自分を犠牲にしたの。もちろん忘れてないわよね。
三人ともまだ起きてたんだ。ジェイ、怖い顔してるキュウ。そうかい？目が昔のジェイみたいだキュウ。ジェイ、シャーリーさんのこと一人で何とかしようと思ってるキュウ。あの人たちに任せるのは不安だからね。僕はほら、いろいろと慣れてるし。そう、いろいろとね。メルネスの様子はどうだ？それが鉱石翼が一向に起動しない。こんなに時間がかかるとは。メルネスの目覚めは未だ完全ではないのかもしれんな。なんだと？そうだとしたら原因はセネルか。セネルだと？万が一ということもある。至急対応策を講じるとしよう。